王様ランキング。よかったけど、まあやっぱりサブエピソードですね。メインストーリーじゃないので、ワクワク感はなかったです。次の2期までのつなぎかな、って感じがしたので、まあ2期に期待したいところです。以上、王様ランキングのお話でした。